今日はちょっと出かけるのが遅くなってしまいましたけど、とりあえずまずコーヒーをゲットしましょう。ここもギャラリー、そしてその隣にビンサットという香港系カフェのようです。今日はサラダを食べてませんが、ちょっとこれを食べたかったこの後歩くから大丈夫だよね。買いました、ピアス。買いました。これで完璧や。はい、じゃあ次行きましょう。サラダから始めます。全然システムが分かってなかったけど、なんかすごいいっぱい来たそしてクスクス屋さんですね、ここは。わー、これチキンだっけ。あ、違う、ビーフ。ビーフとラム。わー、ラム。めっちゃホロホロじゃん。あ、ありがとう。いや、ちょっと待って。美味しい？はい。はい。ということで、こちらがコンピニューセンターです。LED パネルがついて、なんかオリンピック仕様になってます。このエレベーターから見えます、エッフェル塔。お、アイスター、ついに。あ、カモン。前回行って美味しかったレストランにまた来ました。お疲れ。暑い。バオ。なんとこの3つのオイスターと白ワインで10ユーロ。ハッピーアワーです。だね。だね。しかも1時間だけ。確かに。よかった。
肉で、あ、なんかもうすぐにクリーミーなんだ。わあ。なんか言いなさい今。幸せです。幸せの味。とてもミネラル。本日のセビーチェ。そしてこれが前回来てすっごい美味しくて、もう一回食べたいっていうくらい美味しかった。なんか海藻が入ってるブラッタ、海藻ペストみたいな感じかな。ハッピーアワーおかわりしました。カフェに行ってそこから活動開始します。今日日曜日です。じゃあまずパンを買いましょう。ナチュ、ヤス、ナチュ。パンゲット。そして次はコーヒーを違うとこでゲットします。フリーマーケットに来てみました。この宇宙船みたいなのが目印です。ランチです。かなり歩き疲れましたね。でも戦利品は好きなおじさんから買ったレコード、ソニーローリンズっていう、ソニーローリンズ、はい、ブルーノート25ユーロ、はい、そしてこちら、じゃじゃん、わお、純子大橋シティポップソウルジャズディスコクラシックって書いてあるんですけど、何でも入りです、ね、買いました。日本から輸入されたようです。はい、今日はなぜかカンボジア料理です。美味しいかしら。タイ、ほぼタイ。ファイヤーサラダ、ちなみにさっき外座ってたけど雨が降ってきました。美味しい、やっぱりうまい、うん、なんかすごい量の丼が来てしまいました。この下に全部春雨というか麺が入ってます。あ、でも美味しそう。ちょっと汁がある。いいね。うん。ちょっと遅くなっちゃったけど、ご飯にありつけました。美味しそうじゃん。